どうも、コウズです。どうも、りょうディバクです。はい、今回ですけども、アルビのね、こう、昔の、うん、まあ、監督の時代、これ言ったら今日ね、長谷監督の時代のところを触れていこうと思うんですけども、はい、まあ、その時はスタメンを見ながらワイワイ喋ろうのコーナー、ワイワイ喋ろうね、ワイワイ喋ろう、振り返り、まあ、開講中みたいな感じになっちゃうんだけど、あの、ワイワイそのアルビ話をしていこうやって話なんですけど、okay. 2000年じゃね、1999年にアルビは J2 に参入して、うん、で2000年までの2年間永井監督が指揮を取っていたわけですけれども、どれぐらいなんかイメージ覚えてます？正直もう何年前、23、4年前とかでしょ。23、4年、まあ、正直記憶はうろ覚えだけど、まあなんだろう、飼育行ってなんか見てたなっていう感じ。そう、俺も、うん、あの、何、バス待ちでサインもらってた記憶あるもん。バスの出待ちで、うん、そうで、当時のスタメンをね、ちょっとルーティバックさんね、もうオンタイムでちょっと調べてもらいながら、はい、あの、あ、いたね、あの選手、こんな選手みたいな話もできればなと思うんですけど、うんうん、多分ね、99年俺だいぶ覚えてて、まだキーパーは吉原慎也かキデラなのよ、うん、うん、そうです、そこが争ってて、うん、で、そのサードゴールキーパー常松とかじゃない？サードまで覚えてる、覚えてるの、大体覚えてるので、右から木澤、うん、セルジオ、芝、中野圭一郎のフォーバック 4-4-2 だったんですよね。うん、そうそうそう。で、秋葉と瀬戸がダブルボランチで、うん、日がリカルド、鈴木慎吾、うん、で、鳴尾とサウロ、うんうん、みたいな、多分それが基本的なフォーメーションだったんじゃない？ね、多分まあなんか割と合ってる時期があるからあれだろうけど、多分割と合ってる、ね、まあ割と合ってる。1999年開幕スタメン発表します。はい、ゴールキーパー吉原慎也、吉原慎也、はい、右サイドバック、うん、木澤正則、はい、キャプテン、センターバック、セルジオ、はい、センターバック、これ何、芝、芝信彦、信彦っていうのか、うん、これ芝信彦、うん、で左サイドバック、中野圭一郎、うん、でこれちょっと右サイドバックなのか何なのか分かんないけど、これは瀬戸春樹、うん、中盤ね、瀬戸春樹、秋葉田瀬戸春樹と秋葉多分ボランチだね、うん、あと水越純、水越いたわ、いたわ。水越が多分右サイドハーフの左、ヒガリカルドじゃない？うん、そうね。で、左がヒガリカルド。うん。はい。で、トップは？トップが、ナルオと、うん、あと、島田修介。島田いたわ。わかんないわ、島田修介。なんなら、川原塚とかいた。川原塚もなんかメンバーには入ってる。なんかビーチサッカーに呼んだ日だったんでね。あ、そうなんだ。そう、いた、なち。そう、で、これが、これ開幕戦なんだけど、うん、1999年最終節だと、うん、ゴールキーパー吉原、うん、で、センターバックは木澤、うん、セルジオ、うん、高橋直樹、あ、高橋直樹がね、練習生から頭が上がってきたんだよな、で、あと中野、あ、で、中盤は変わらず瀬戸春樹、秋葉忠弘、三越純、ヒガリガルド、で、前線がですね、鳴尾と鈴木慎吾が、あ、鈴木慎吾ね、うん、入ってますね、はい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 、いいですね、僕はサウロが好きでした、サウロね、そう、サウロあんま点取ってなかったけど、そう、あの、すごい、いいコミュニケーション取ってくれる選手でいい選手でした、うん、ファンサービス良かったっていう、うんうんうん、ね、懐かしいわ、水越純、え、じゃあ2000年は、で、2000年ね、いきますね、2000年の開幕、うん、吉原人気あるな、うん、ずっと好きじゃん、で、木澤、キデラの方が止めてた印象あるけどな、キデラだからそんなに出てないんだなと思って、うん、意外と、で、でディフェンスラインが右から木澤、うん、セルジオ、高橋直樹、うん、神田勝夫、来た、ここで新潟の星、新潟工業高校の星、うん、神田勝夫、はい、で、中盤が、秋葉、寺川、うん、あと道盛でしょ、だから瀬戸の後が道盛なんだよと鈴木慎吾、はいはい、だから左鈴木の右寺川じゃない、多分そう、で、秋葉と道盛じゃない、うん、多分そうだ、か、寺川ボランチの右のスカイハーフに道盛の可能性もある、うん、うん、そう、セレッソとかなんかから来たんだよ、道盛って、そうなんだ、でも、あんま案外だった、期待外れっていうか、うん、瀬戸の方が良かった、うん、で、トップはトップが、鳴尾と、あと、服部、あー、服部弘樹、うん、ナチー、ナチー、なんかいい味出してたんだよ、なんかヤクザみたいな人でしょ、うん、ヤクザって見た目のヤクザって感じだけど、
なんかちょっとヤンキーっぽい、ちょっと、いい年のヤンキーみたいな感じだった。なんか結構プレイヤー荒い人だったんだよな、割と。てか、切れやすい人だったイメージある、うんうん、服部弘樹って。2000年の最終スタメン発表します。はい。ゴールキーパー、キデラ。おー、ついについに。集合シーン、キデラになってる。うん。おー、キデラ。はい。はい。で、ディフェンスラインが木澤セルジオ、高橋直樹、中野圭一郎がここで入ってます。あ、やっぱ神田勝夫も中野圭一郎のしのげだな。そう。で、中野圭一郎もいいんだよ。いいんだ。実際、左サイドバック的にはいいんだよ。うんうんうん、そう。で、中盤が秋葉、寺川、本間勲、ここで本間勲入ってるんですね。 あと神田勝夫が上がったんだ、うん、上がってる。だから本間勲が道盛に勝ったんだな、うん、そう、道盛案外だったのよ。で、敷田とか痛くない？敷田もいたよ。敷田いたよね。なちぇドリブラーでしょ。ドリブラーで、あと前線が鈴木慎吾と、あとナシメントです。かわいいじゃん。ナシメントかわいかったわね。ナシメントかわいかったわ。え、懐かしい。あとなんかそのスタメンで出てない人だと、あと誰かいる。サブ。サブで。ナシメントがいた時代ってソーザなんだよ。そうだね、そうそうそう。そうブラジル人で言うと。え、あと誰？敷田、敷田はいたっしょ。敷田はいたね。1999年からちゃんといる。いたっしょ。小林孝道とかいたっしょ。孝道もいる。あと誰？あとなんか有名そうで、なんかちゃんと試合出てた人は誰だろうな。あと誰だ？あれだよ、99年に行ったら5番藤田新一とかさ、知らないだろ。知らない知らない知らない。いたんだよ。筒井信彦とかさ、知らないでしょ。もうバンバン出てくる。今俺カンペ見てないですからね。あのバンバン出てくる。あのそう、なんかその辺がいたよ。あとマルコ、あと池田誠とかさ、10番を背負ったマルコ。マルコって2000年？人間だとね、2000年。ソウザは？ソウザは、ソウザその後じゃない？ソウザその後だな、うん、じゃあマルコだわ、うん、マルコいまいちだった気がする。いや、だからそもそもほとんど試合出てねえ気がするんだよな。そうだよね、ナシメントがちょっと出てたから、うん、ナシメントはなんか出てた結構で、あんま決めないっていう、うん、そうそうなんだよね。だから新潟のブラジル人選手の一番最初の当たりはセルジオですよね、うん、最初からいる J2 時代からを言えば、うん、マイケル・イグナスとかほっといてね。そう、そんな感じです。1999年が4位。そう、よかった。2000年の2シーズンでは7位。7位で、俺99年のさ、最終節新潟市陸上競技場見に行ってさ、うん、FC 東京から目の前で昇格したんだよもう嫌で。そっか、 FC 東京最初あれだもんな、あれだ、JFL から上がってきたで、一緒に J2 来てて、そう、逆転昇格かなんかだった。川崎、東京、大分とかなんかだった、最終的に、うん、大分が2位かなんかだった。やばいな、その並び。やばいよね、今じゃ考えられない。それを覚えてる俺をさ、ちょっと褒めなよ、ただのオタクやん。ただのオタクなんだよ、うん、記憶力だけあるっていう。確かそんな記憶があるな、うん、川崎1で FC 東京2で、うん、滑り込み昇格したのよ、勝って。で、佐藤幸彦が鬼喜んでた印象ある。佐藤幸彦ね。そう、佐藤幸彦とか藤山とかアマラオとかさ、いた時代だよ。いや、マジの FC 東京だ。そう、アサリ佐藤とか本物の FC 東京。本物の FC 東京、うん、そう、あの時代じゃない。そう、懐かしいな。嫌だったわ、すげえ嫌だった。あ、夢の前で昇格させる、昇格で喜ばれるの嫌だなあの幼心に思った。そう、だからこそやっぱアルビは勝たなきゃいけない、昇格しなきゃいけないなと思ってるのね、うん、そう、川崎懐かしい。だって、そうね、そうだって、そうだよ、川崎は中西哲夫とか行った時だよね。そうそうそ う, そ う, そ う, そうサンデーモーニングとかでおなじみの。そう、そんなんですね、今。いや、最近は出てないかもしれない。なるほどね。いやいや、懐かしいねいたわ、そんな。でも、ね、そう、長井監督時代で言ったら、やっぱ中心メンバーはセルジオ、秋葉、木澤、鳴尾、その辺、鈴木慎吾、鈴木慎吾、寺川。まあ、寺川2000年からだけどさ、そうだね。神田勝夫がちょっと台頭し始めてるんだな、懐かしい。ちなみに1999年は、得点ランキング、うん、鳴尾と鈴木慎吾が8点、うん、ずつ取ってます。2000年すごくない？ナロウちゃん。そう、で2000年を見よっか。じゃあ2000年の得点ランキング、ナロウちゃんすごい。だって翌年ジュピロに引き抜かれてんだもん。どうやって見ればいいんだろう。2000年
そう。それで、そう、99年より2000年が活躍してた気がする。そうだ、2000年ね、J2 得点ランキング、1位、うん、エネルソン31得点。札幌の。札幌のエネルソン。札幌のエネルソン。そっから川崎行って浦和行くんだよな、確か。確か。そう。で、2位が、大分のウィル。ウィルいたー大分時代のウィル、22得点。10点も差ついてんの、エメルソンと。そう、エメルソンマジ異常だったからな。で、3位がナルオ、17得点。えらいね。それでもえらいよ、うん。食らいついてんじゃん。ね、え、4位は4位、バンド。あ、バンドリュウジ。うん、札幌時代のバンド。あれ、吉原浩太とイリコになったんだよ、確か。あ、そう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 。当時。そう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 。吉原がガンバ行った時に、バンドが札幌行ったんだよ。そう、確か。ナチー。やっぱ追ってるとさ、別にアルビ以外の話もできるな、ね、やっぱこれ現地で見ててないと分かんないよ、うん、追ってないと分かんないじゃん、こんな話、うん、アルビしか見てなかったもないですっていう人は多分こういう話できない、うん、そう、なるほどね。ちなみに鈴木慎吾は11点取ってます、ね、ないな、鈴木慎吾って偉いな、うん、いや鈴木慎吾めっちゃ偉いよ、うんうん、めっちゃ活躍してる。慎吾は慎吾かもしんねえな、サイドハーフやそう、あの何本か撮りの何本か目なんで、あのぜひあのこの背景の動画すげえ続くんで、多分サムネ全部これになってる、全部これになってるかもしれないので、まあ、ちょっとよろしくお願いします。じゃあそんな感じでね、永井監督の編、99年2000年の話はこれに終了というふうなところで、はい、ぜひね皆さんもコメント、まあ、当時をして多分サポーターがグッて増えたのは反町監督の時からなんで、そうですね、多分、あ、そういう時代あったんだっていうふうに思ってくれる人も多分多いかもしれないし、多分知ってる人は、あ、コーズ TV さんやっぱ、あ、ご存知の方なんですねっていう、まあ、ただのオタクなんだけど、ただのオタクなんだけど、あの、言っていただければなと思いますので、はい、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価、何卒よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。